さんが今掃除してる。あ、ハートの家。かわいいです、非常に。ディテール出てる。かっこいいシカ工場です。うっすらちょっと見えるかなっていう。ごきげんよう、山口恵です。おはようございます。今日は、北海道護国神社に来ました。今から参拝してきます。行ってきます。樹齢400年の木だそうです。あ、ニレの木や。巨勢降る雪に心清めて安らけき、ようこそいなる神の広前。今参拝してきました。なんかいろいろ思うことはありますが、今の私たちがこうして過ごせているのも当時を強く生き抜いた戦われた方々がいるからこそ、感謝の思いを込めて強く生きることを胸に手を合わせてきました。近くの落ち葉がすごく綺麗。ここ赤ゾーン、あそこ黄色ゾーン、グラデーション。元気の実食べてる。かわいい。おいしいね。めっちゃ近い。こんな目の前で。すごいね。上手。それは多分こけると思うよ、そこまで行ったら。バイバイ、もう行くね。いっぱい食べてね。落ちるって、やばいやばい。すごいね、いっぱい食べてる。ラベンダー畑のところに来ました。今から少し回りたいなと思います。こんにちは、あゆきです。 DA のなんだかファームに来てます。なんだかファーム
美瑛の富田ファームに来ています。今からラベンダーのお茶とチーズなんかとニョッキのなんかを食べたいと思います。楽しみ。ニョッキフリットです。ニョッキを揚げたものです。いただきます。失礼いたします。はい、失礼いたします。蜂蜜か、1分ぐらいか。その間ニョッキ食べとくわ。うん、おいしい。おいしい。塩味や、めっちゃおいしい。ふわふわい。ニョッキってそもそも何なの？ニョッキってそもそも、あ、乗った。ニョッキってそもそも何なの？まあ、こんなもんでいいか。かわいい。そうやな。うん。パフ？リス。飼ったリス。お腹押したら。で、枝の上にこれ置いて。はい。おいしい。ん？何これ？何これ？じゃあお茶を入れていきたいと思います。1分経ったでしょ。あ、おいで。ラベンダーめっちゃ浮いてる。じゃあ入れます。それこんなもんでしょう。まずは蜂蜜を入れずにそのままいただきます。まずは香りから。とてもラベンディーや。グラタンですね。うん、失礼いたします。すごいくっついてる。 ありがとうございます。じゃあ以上でご注文します。はい、ソフトクリーム頼んでないな。おい、うん、しい。なんやろ、あのあれの味する、あの花、うん、花話食べてみ、あ、飲んでみ。ラベンダーの香りがします。なんか紅茶やね、うんうん、お茶っていうよりも紅茶。おいしいやん。うんうん、いい温度やわ。やっぱ分かってるな、いい温度や。何やったっけ、グラタン。お、うん、うわー、おいしそう。チーズがこれどこ置いていいの。これはね、多分じゃがいもグラタン、メイクインのグラタンです。ジュ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 ン。さっき食べていただきます。うわ、え、チーズ、チーズかかってなくない？あ、かかってんのこれ。チーズなくない？これがチーズなのかな？チーズ忘れてないこれ。ちょっと食べてみます。いただきます。やっぱチーズ忘れてる。スープみたいな感じ、うん、お茶に蜂蜜入れたいと思います。倍だけ入れてみる。これ、うん、入れすぎかな。蜂蜜入れたバージョン、まあ、薄いか。待機的にはこっちのニョッキの方が美味しかったです。両方美味しかったですけど、こっちの方が好きです。これ食べてない、うん、めっちゃ紫やな。かわいい。なんかソフトクリーム紫の。これ裏なんだから嫌。うん、全然。うん、なんかすごい味する。でも美味しい。ラムネの味する。うん、ラムネや。綺麗。じゃーん。美瑛神社に来ました。うわ、雨が降っているんだ。ここの神社は、伊豆波の神様が祀られているそうです。で、あ、どうなんやろ、お社取ったらあれなんかな。たくさんのハートの隠れハートがあるみたいです。私は何個か見つけましたが、多分来てもらった皆さんに探してもらう方がいいと思うから、私があのネタバラシするのはちょっともったいないなと思うから、ぜひ皆さん、美瑛神社に来られた時はハート探してください。隠れハート。おみくじも引きましたが、小吉でした。それでは皆さんも来てくださいね。手水のところに隠れハート。ここ
こに終わるんだ、かわいい、チビハート。なんか素敵、ハートハートや、かわいい。またまたカフェに来ました。ピザを食べたいと思います。コーヒーと、景色がとっても綺麗です。負けてる、気分なのが童貞に追いつきそうな。あどくリスがピザを狙っています。どんぐり持ってるくせに、ピザも狙って欲張りやん。はい、飲みます。コーヒー、入れ物が可愛い。調子ね、うわぁ、これいいよね、チーズも美味しい。とても美味しいです。でも綺麗か。とっても素敵なカフェでした。ごちそうさまでした。イエー。じゃーん。道の駅に来ました。デサイドね。デサ。かわいいっちゃ。ビエビエやって。かわいい。そっちよりもこれもすごくない？すごい。青い池です。あー、なるほどね。かわいい。これ欲しいな。でも、2860。無理やな。鳥よく見て、これ買おう。イエーイ。鳥を呼んでみるわ、これ。じゃーん、鳥呼ぶやつ買ってきました。鳥呼ぶやつっていうか、鳥の声真似。よく言うように、ちょっと吹いてみます。そういうことね。ちょっと鳥の動画見て勉強します。いやいや、急に階段降りるだけで。どうしよう、肉こんなにいっぱい取ってきてしまった。タコもいっぱい、おいしそう。でジンギスカン、イエーイ、いただきます。トトントントン、うわ光ってる、うわあそこ、今からあそこに行きます。うお綺麗。今から美瑛 の光ってるところに行きます。あ違う、青い池に行きます。ライトアップがされているそうです。皆さんにも、まあ、今日で おしまいみたいだそうなので、レポしていきたいと思います。レポ、食レポ、レポ、レポート、あレポートしていきたいと思います。レッツゴー。青い池の順序こっちやね。えどういうことや。あ、ま、こっちやな。登る登る登る。あ、な、待って、めっちゃ綺麗。行こうでも。はい、って足元気をつけて。綺麗。どういうこと、どういうこと、これ足元気をつけてな。じゃーん、こんな違いますね。あ、暗だった。あ、来た。うわ、青の池です。めっちゃ綺麗。こっちも綺麗。すごい、なんで青色なんやろ。絶対落ちる。取れた。ちょっともう一回撮ってみる。あ、OK です。しんどいしんどい、ケツしんどいしんどい。ちょうど見えへん、ちょうど見えへん。暗だった、ボケてんのに。ちょっと角度がちょっとあれやな。ちょっと横から見たら
横から見た。しんど。あんま映ってないわ。でもすげえ、火山噴火が作った、火山噴火が作った滝だそうです。すごいね。白ひげのなんか滝に行きます。ちょっと滝が音が聞こえてきた。滝行ってるぜ、行くぜ。今ってすげえ、すげえ、すげえ。何これ、貸し切りやん。ほんで今から皆さんに滝をもう顔でぐっちゃぐちゃ滝を見てもらいたいと思います。ドン、いやーん、すごっ。まあカメラじゃ伝わらんやろうな。何このモクモク、何このモクモク。あ、温泉、温泉のモクモクかな、分からん。やば、めっちゃ高いねんけど、だいぶ怖い。綺麗、滝とあやき、イエーイ。ちょうどポールで怖いね、ここがあやきの限界。怖い、撮りたいねんけど、普通にな、このポールが邪魔で。でもな、これ以上行ったら携帯落としたし、体も落ちたらもうやばいなと思って。これが白ひげの滝です。あ、ヤマフィーです。今日が最後のライトアップだそうです。すごく運がいいなと思いました。ありがとうございます。最後じゃないの、最後じゃないの、誰が決めた。あ、じゃあ勝手に決めました。幸せなやつです。北海道の旅、本当に幸せでした。明日一日も過ごし、夕方帰ります。また行きたいと思います。次はちょっと春ぐらいに行きたいなと思います。無理か。綺麗、寒い、なんか腹の下切れてるかも。でで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 めっちゃ怖い。ヒグマがおるらしい。怖っ。あ、なるほど。山々。今日は終日の丘に来ました。ちょっと霧がかかってるから見にくいかもしれないですけど、ちょっとヒグマが出るということなんで、ちょっとまあ少しまあビビってはいるんですけど、まあなんかね、なんとかまあ来た時にこうやっぱちょっと、まあ、秋やしお腹も空いてることやし飢えてることやと思うので、ちょっと戦闘態勢に入ってるということなので、私もまあな、自分の身を守るためにはちょっとまあこう目つきでなんとか回避したいなと思うんですけど、まあ、遠くにいればねすぐ逃げようと思うんですけど、近場ではもうダメだという時にはですね、鼻を急所カーンって目をカーンとやってやっていきたいなと思います。まあ、それでしかね生きる方法はないのでね、本当は逃げたいところなんですが。
今日はね最終日なんでね、晴れてよかったです。よかった。キノコだな。キノコです。おそらくはキノコです。これ石物多いところにキノコが生えるんですね。すごい坂やな。ジェットコースター。ここ違う、また違う、こう有名な道。すごい。これが有名な木です。はい、じゃーん、大きな木です。メリーやったっけにやってきました。今日は最終日です。イエーイ。Bye.